スーパー FX チップスーパーファミコンの特殊チップではスーパーファミコン用ソフトのロムカセットに搭載された特殊なチップについて記述するスーパーファミコン用ソフトの一部には本体の性能を補うためにロムカセットに特殊チップを搭載したタイトルが存在するそうしたソフトの多くはカセット差し込み口の端子の数が 通常のソフトのそれからさらに8ピン分追加されており、普段は未使用状態となっている。本体側の接続口をフルに使用する形となっている。スーパー FX チップは、任天堂の関連会社、A、N ソフトウェアによって開発された、コプロセッサ、ポリゴンや 3D グラフィックの描写を目的とする、ロックマン X2 に搭載されている。 CX4 カプコン製のコプロセッサ。ロックマン X2 とロックマン X3 で使われている。CX4 による描画例、NEC のチップを元にしており、高速なベクトル演算や二軸回転などの記事 3D 演算を行うコプロセッサ。このチップは、グラフィックデータの圧縮、回答等を行う、リアルタイムクロックのためのチップ。 スーパーファミコンの本体に内蔵されている CPU と似たチップ。クロック周波数は 10.74MHz で本体 CPU の3倍。接触不良や過大な衝撃でセーブデータが破損する事例が多かった。データの圧縮等をするエプソン製のチップ。ST シリーズはセタ製のチップで主に AI を強化する目的で使われた。このか。 スターフォックスにもスーパー FX 複数 -2 の搭載を予定していた。これは未発売に終わり、2017年にスーパーファミコンミニに収録されたものが初出となった。ありがとうございます。